はい、マレーシア着きました。空港から市内までバスが安いみたいなんでバスで行きたいと思います。バスのチケット売り場までは掲示板を見るとすぐに行けます。ブドゥセントラルまでのチケットを買いました。繁華街を目指す人はだいたい KL セントラル行きかブドゥセントラル行きを購入します。ちなみにバスは電車の4分の1ぐらいの値段ですが少し時間がかかります。時間に余裕があるなら全然バスでもあり。繁華街に着いたら散策しよう。ドンキのある建物の周りを歩いてたらドリアン専門店を発見。ジェラートを食べよう。ドリアンのジェラート、ドリアンのすごい香り、うん、あでも甘くてうまい。匂いはめちゃくちゃドリアンきついけど食ったらうまい。これは癖になる味。この辺りの武器ビッタンエリアで屋台飯を食べるならアロー通り。いろんなジャンルの食べ物を味わうことができる。そして今超絶人気なのがドンキの向かいにあるこのお店。値段もお手頃。早速ゴールデンスイートチーズを購入。はい、じゃあこのチーズドバドバいただきます。すっげえ濃いチーズ。熱々のポテト。甘くてスパイシーなパウダーがかかってるから絶妙。スモールでもたっぷり。これ見て、夜中の1時でこの行列鬼バズりしてる。コーラが抜群や。はい、ラスト一口。安くて美味しいスイーツを食べるなら NU セントラル、 KL セントラル駅直結。スイーツいただきます。うん、あ、ココナッツの味する。で100円ちょい、安い。ここのフルーツやフレッシュジュースも魅力的。どれにしようか迷ってしまうくらい品数が豊富。とりあえず購入。さあ食べよう。わー、すっげードリアンの匂い。こんな感じやろ。あ、中にでもなんかクリーム入ってる。うまい。クレープ、ドリアンのクレープうまい。これはい、レッドドラゴンアップ。色がすげー。どんな味なの。あ、リンゴジュースとキウイっぽいな、ドラゴンフルーツは。全然あり。そしてマンゴー、これビタビタに詰まってる。やばい。ほら、じゃあいただこう。あー、いい感じに熟してる。うん、甘い。でもこれこんなにマンゴー詰まりまくってて170円ぐらいだからめっちゃ安い。フルーツが好きな人はこの店に絶対行くべき。 NU セントラルを南側に出るとインド人街が広がっています。モノレール駅すぐ隣の ABC1 ビストロ、超人気のお店なので入店。どれが何かわからないときはとりあえずメニューを見よう。ビリヤニチキンにしようと思います。はい、いただきます。はい、このビリヤニのチキンでかい、うまそう。うん、スパイスの辛さがうまい。これラッシー、ソルトラッシーっていうのを頼んでみた。あ、ミスったな。これ塩がちょっときつい。しかしビリヤニチキンのチョイスは大当たり。これはバクバクいける。全体的に混ぜ混ぜしてみよう。スパイスが混ざり合ってうまい。
あっという間にラスト一口。インド人街に行ったのなら中国人街にも行ってみよう。マレー人友達おすすめのお店、おすすめの料理をチョイス。鍋に入った方の料理はサオトゥーラオスーファンって多分言ってたはず。すべてお任せしたので定かではないか。うん、うまい。ホッケンミー、おいしいですね。おいしい。海鮮が入ってエビとか入ってるな。そうね。どっちの麺もうまいので箸が止まらない。完食したら次の屋台、マレーシア料理の査定。査定はまとめ売りが多いがチキンとビーフ1本ずつ注文してもらった。査定いただきます。うん、ビーフいいね。ちょっとスパイシーやん。屋台で売る果物屋もあったので即購入。プラムドリンク、すっきりした甘さ。はい、これロンガン初めて食べる。いただきます。ぶどうみたいな味、食感、味は梨っぽいかな。でもうまい。皮を剥くのがちょっとだるいって感じかな。はい、帰りの空港へ行く道もおさらいしときましょう。 KL セントラルで電車を乗るならここ、バスを乗るなら NU セントラル入り口の横の通路、これをまっすぐ進んでエスカレーターで下に下るとあります。ここは空港のチケット売り場と違って値段やバスの時刻表も書いてくれているので分かりやすい。バスまで時間があれば上に上がって NU セントラルで甘いものを食べよう。クラベリースムージー270円ぐらい。あー、うまい。桜の甘みとベリーのつぶつぶ。ごくごく飲んだら次の店、マレーシアの伝統菓子を食べよう。カラフルなのがいっぱいある。はい、このラピスパンダンっていうのを食べましょう。甘い。これ何味って言っていいか難しい。とりあえず食べきる。次はこのオレンジ。わ、これも何味っていうか分からん。ココナッツみたいな感じかな。さっきの緑色のやつも。しっかり完食です。はい、空港に到着して飛行機までの時間があればフードコート。いろんな種類のお店があり席も多数あるのでゆっくり楽しめます。フードコートなので基本お手頃価格。チキンライスをチョイス。チキンライス、うん、帰る間際のマレーシアでマレーシアっぽいものを食べるのはあり。あっさりスープの後にパラパラご飯、そしてチキンもいい感じ。はい、ラスト一口完食です。チャンネル登録よろしくお願いします。